やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、どうも皆さん、こんにちは。ダンビです。今回は、あれですね、お引越しをするので、お世話になった錦糸町に、錦糸町をちょっと紹介しようかなっていう配信です。もう4年ぐらい住んでるんでね、ここら辺周辺を散策して、俺がよく行った場所だったり、ここおすすめだよっていう場所を紹介していこうと思います。はい、というわけで、もはや家をほぼ出たばっかでございます。もう隠す必要ないんで、僕は朝起きたらね、ここの公園に必ず行くんですね。大横川親水公園。あそこにスカイツリーがあるでしょ？この公園をずっとバーって歩いていくと、スカイツリーに着きます。で、俺は、朝起きたらスカイツリーの真下までウォーキングをこの公園バーってしてバーって戻ってきて俺のウォーキングが終わり。で、錦糸町っていう街はね、いいところがね、あれなんですよ。やっぱりスカイツリーが近いっていうところと、浅草が近いところ。マジでご飯困んないんだよね。引っ越してきた1年間ぐらいはダイエットをしてなかったから、グルナビとかを見ないで、チャリでそのまま家から浅草に行って、なんか雰囲気のいい店に入るみたいなことをずっとしてたね。ここに隅田トリフォニーホールがございます。ここもね、何回か利用させていただいたんですよ。12月の後半、24日付近になると、ディズニーオンクラシックがやったり、なんか定期的にクラシックの公演がやってるんで、母さんとおばあちゃんを連れて、ここでクラシックを見てからご飯っていうルートを何回かしたかな。トリニティホールじゃねえよ。ロルノーすぎだろ。いろんな、もう4年間が詰まってるんで、たくさんいろんなところがありますよ。で、ここが一時期ハマった俺の好きなイタリアンだね。ダイエットする前は週に2、3回行ってました。すごく美味しいですよ。マルゲリータだったりね。ここも結構有名です。そして超おすすめスポット。その1、ちゃんとかな。ちゃんと俺が通っていた、現通っているところ、じゃん。サウナ錦糸町でございます。こちらのサウナ錦糸町すごい古くからあるね、サウナ施設で。ここのいいところがね、サウナがバカ熱いんですよ。120度とかなんだよね。温度がめっちゃ高いし、水温低いし、で、値段が安いんだけど、理由があって、ここ、安い理由が。入れ墨 OK なんだよね。森なしに、3、4割ぐらいヤーさん。朝とか、いい時間帯に来たりすると、若いのが先に入ってて、ちょっと上の人とかが入ってくる、来たりすると、大声で挨拶します。おはようすみたいな。お先ですみたいな。挨拶が入るんで。まあそういうのが気にならない人は、来てみてください。俺は全くそういうの気にならないんで。はい、どんどん紹介していきますよ。ここら辺のお店はね、俺がもうできた頃にはダイエット始まっちゃってたんだよね。ほら、すごくない？食ってみたかったけどね。ここは食わずに終わってしまった。はい、もうほぼ錦糸町駅前でございます、ここが。はい、こちら。ここも並んでますね。ここも比較的こってり系。はい。で、錦糸町の駅前に到着しました。僕、すごく電車に乗るんでね。錦糸町駅にもお世話になりましたね。で、錦糸町の駅中に直通している森市っていうお寿司屋さんがあって、俺はそのお寿司屋さんに週5で行ってました。ほぼ毎日通ってるレベル。そこをちょっと紹介して行きたいと思います。錦糸町駅北口を出て左に進むと、テルミナ2という、ところに入ります。ここね、すごいね、美味しいお店がたくさん入ってるんですよ。お惣菜だったりね。こちらですね。はい、回転寿司森市さんがございます。というわけで
はい、チェーン店なんでね、撮影は厳しかったですけど、あの森市さんね、あの本当に大好きなお寿司屋さんなんで、ぜひ行ってみてくださいということでね、逆側に行く前に俺がちょっとゴリ押ししている中華屋さんがございます。そこのチャーハンにしようかなと、並んでなかったらと思ってるんで、最後映像でね、そのチャーハンを食べていけたらなと。まだ撮影許可だったりアポから始まるんですけれども、いつか配信に俺はあそこを映したいなと思っていたんで、今日はそこにチャレンジしていきたいと思います。オリナスっていう映画館、商業施設の真裏にあります。錦糸町駅を出て右に曲がり、錦糸町公園の方に、こちらですね、歩いていきます。ここは錦糸町公園です。ネズミたくさんいます。錦糸町の映画館珍しくてね、あっちの錦糸町の駅の方にパルコがあるんですよ。こっちに映画館があって、でもこっちだけだと足りないっつって、こっちにも2個あるんですね。で、別々の映画館というわけじゃなくて同じ映画館なんですよ。本当に映画館が半分こされてる感じ。これは錦糸町に引っ越してきた理由の一つとして、映画館がかなり近めにあるっていうのはね、でかかったね。やってるのかな、そもそも。俺ここでもう腹くくったら歩かないで配信終わる可能性ある。今北口の紹介してるんだけど、南口行かない可能性あるんで。やってるわ、やってる。ケイリンさんでございます。撮影許可が取れまして、今から食べていきたいと思います。いつもはね、俺そのエビチャーハンを2つにラーメン1つに餃子1つ頼むわ。食べ過ぎてもあれなんで、ちょっと少なめで、今回は値段はこんな感じです。町中華なんで。ここ普段はめっちゃ混んでて、俺としてすごいでかいポイントがある。なんと深夜の3時まで営業します。ドキドキしてきた。にやけちゃうんだよな。ここ、エビチャーハンです。こちらです。エビチャーハンでございます。プリプリ、若干バターの香りもするんだよね。で、中がパラパラじゃん。それが口の中で融合するのよ。で、その中に胡椒の香りがふわっと香ってさ、うめえな。ごめんなさいね、お待たせしました。ありがとうございます。これで俺バイバイなんだよな。行っていいか。俺頑張るから、行っていいか。すいません、エビチャーハン一つ。エビチャーハン一つ。
はい、糖質に酔ってきました。ベロベロなってきたよ。気持ちいいね。血糖値が上がってきてる。うわごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。うん、今から禁酒の真相をちょっとお見せします。今のが明るい禁酒でございます。光に満ちた綺麗な禁酒。今から見せるのが汚い方の闇の禁酒ですね。 JRA っていう競馬のビルが建ってて、でその1個道の裏にデリヘル、キャバクラ、ソープみたいな店が並んでる通りがあって、でそのちょっと奥に高校があるんですよ。本当にカオスだからね、あっち。女の子の一人暮らしはね、錦糸町はあんまおすすめしないかな。キャッチがすごい立ってるんだよね。すごい量のキャッチがいて、新宿の方のキャッチとかと違ってすごいついてくんのよ。逆にキャッチ慣れしてないっていうのかな。日本国籍の人も少ないし。あーちゃ、はやー、すごいですね。なでなでしてもいいですか。花火ちゃんか、花火ちゃん。うわ、すごい花や、花火かわいい花火。なんかあれなんだよね、ボドカのさ、サモエダ触ってからでけえ犬に憧れができちゃってさ。でかい犬ほんとかわいいな。はい、というわけで錦糸町駅に到着しました。さっき行った場所があっちですね。で、下を通り抜けて、あっちが南口になります。で、あそこに JRA があるね。ここに JRA があって、で、この真裏の治安が悪いかな。で、そこにもね、紹介したいところが一個あるのよ。なんで治安が悪いところによく行くかっていう話なんだけどね、すっごく有名なサウナがあるんだよね。茶道っていう原田泰造が主演をやっているサウナを紹介するドラマがあるんだけど、そこの2話でも紹介されてるサウナがあります。はい、もうここら辺から始まってますね。こういうお店がもう全部そういう店です、大体。こうレンタルルームとかっていうのはなんかデリヘルを呼ぶ部屋みたいな感じかな。なんか表向きの感じだとすごい安い宿泊施設みたいな感じなんだけど、で、あっちがもうラブホ街、ラブホが10店舗ぐらいあって、レンタルルームもそこら中にある。はい、
で、ここら辺は夜になるとすごい量のキャッチが立ってるんですよね。はい、無料案内所もたくさんあってっていう感じかな。はい、こんな感じでレンタルルームねたくさんあって、こういうお店からなんかおじさんと、女の子がね出てくるんですよ。若い女の子が。で、錦糸町はね可愛い女の子が多いんですよね。なんでかっていうとデリヘルの子だったり、そういう夜のお仕事をしてる子が多いから。信号待ちとかでそういう女の子が横に来たりすると香水の匂いがねめっちゃ濃い。お前の趣味かっていう香水の香りしてる。なしてここら辺に来るか問題なんですけど、こちらですね、サウナ、カプセルホテルニューイングでございます。サウナ点数めっちゃ高いです。めちゃめちゃ高い。サウナも高温だし、水が2種類あるんだよね。19度と17度の水風呂があるんだけど、っていう感じですかね。私がよく行ってた錦糸町のスポット紹介でした。錦糸町散歩の旅でございました。北口から始まり、南口ぐるぐるっと回っておすすめスポットを回らせていただきました。よかったら来てみてください。はい、というわけでサミジャパンの配信でした。お疲れ様。じゃあね。